たちはここでこのアカデミアイタリアナで2週間勉強しています。午前は、各クラス 数名のクラスで授業があって、それぞれのレベルに合わせた優しい授業を教えてくれます。で、午後にはさまざまなアクティビティがあって、ここの近くにあるアレキ城や、少し電車でポンペイ遺跡や、アマルフィにも行って楽しく過ごしています。サベルの人たちはみんな優しくて、サベルノの町自体がこう時間がゆっくりと流れている感じなので、拙いイタリア語で一生懸命喋ってコミュニケーションを取ろうとしたら相手もそれに応えてくれるので、すごくこうイタリア語を学ぶにはすごく最適な場所。